ケースみたいに移動ができるんで、へえ、ちょっと持ち運ぶ時だったらここで持てた、あの持ち上げる必要はない。へえ、ちょっと持ってもいいですか。持ってそうです。持ち上げなければ、もう移動だったらそんなに。あ、両手って全然。しかも、安定してますね。まあ、この辺、最終的な仕様はまだ決まってないですけど、大体形としてはもうこの状態で、夏ぐらいに発表されるようになって。でも、お高いんでしょう。いくらだったらお買い上げられますか。だいたいどんぐらい。まだ正式に値段は決まってないんですけど、だいたい30万から50万の間ぐらいで出したい。なのでそんなにびっくりするお値段ではない。むしろ比較的その手の届くところに下がってきたぐらいかなと思います。フル充電でどれぐらいするんですか。これは原付扱いなんで結構スピードを出さなければ4、50キロぐらい。でもシンプルにバッテリーの容量に対してモーターどれだけ使うかっていう話なんで、やっぱりもうスピード出すっていうか制限速度上げたり出力上げたりしちゃうとどんどん減っていく。低速で走れば普通に原付として使っていただければ 4、50 キロは大丈夫です。